江戸山口の大江戸日記。東京ベンチャーズの見ざるのサビの部分をちょっとだけの江戸山口でございます。大江戸日記始まりました。あ、ワクチン打ってまいりました。2回目接種しました。先月の22日かな、2021年7月の22日に2回目こう打ちました。利き腕にしますか。いやこっちって1回目は痛みが3日ぐらい出て、で2回目は、痛みは3日ぐらいで、2日目に37度5分かな。でバッファリン2錠飲んで、相変わらず毎日焼酎飲んでますから、酒飲んでベレベレになって寝て、翌日もうケロッとあれでしたね。もう73歳になると免疫力が落っこってるから、そんなに副反応出ないんだ、若い人が出るんだって話だったんですけど、若干熱が出たじゃないですか。そしたら同じ年ぐらいの人に電話したら、あ、若いんじゃないですか、まだって、僕なんか全然何も出ませんでしたよとか、私は何も出なかったわよってことが多いんですけど、なんかうちのかみさん のママ友は40度も出たらしいですよ、2日間ぐらい。人によってまあいろいろあるんだろうけども、だから若い人がワクチン打ちたくないっていう気持ちもわかるけどね、どっちにしても一緒だったら打った方がいいかなと思いました。てか俺こういう仕事だから2回打ちましたよって言うと安心感があるじゃないですか。まあ2回打ってもかかるんだけどね、なんとかっていう英語ブースターだけなのよくわかんないけど、2回打ってもかかることはかかるけども、症状が軽いってこともあるんで、これだけ今はね8月の今日1日ですけど4000人とか行っちゃったんだよ。いや、びっくりしたなぁ。今年の1月から全くバンドの仕事してないわけですよ。人前でギター弾くって言ったって この動画ぐらいしかないんですから。これ人前じゃないか、カメラ前かね。そうそう、8月21日、ちょっと打ち合わせ行ってきました。7月の28日、今月の21日にね、あの日野の市民会館小ホールでレンガホールって言うんですけど、200人のところ100人で、嬉しかったな。行ったら発売発見日にいきなり8割ぐらい埋まった。まあ100人だからね。ほんで1週間で全部埋まって、今キャンセル待ちです。まあ嬉しい、最速ですって言われたの、市民会館。へえと思って、したらその話の最中に、来年の9月なんですけど、大ホールでやりませんかって言われたの。1000人ぐらいの規模なの。600入ると大体埋まってる感じがするっていう。なんとか頑張って、この YouTube 見てる方ね、このままずっとやっていけば、多分ね、この動画を見てる方で予約なさった方がしましたよっていらっしゃるんで、楽しみです。まあずっと弾いてないから、でもね、キネ塚ですよ。手が覚えている。例えばこう覚えてるんです。手がね。手が覚えてる。サーフライダー。サビはね、ね、覚えてるんですよ。大丈夫です。いらっしゃる方、楽しみにしてください。で、参ったのは、一応記録としてビデオ回しますって言われたの。え？だって8ヶ月も弾いてないんですよ。ミストーンが出るんで決まってる。いや、
あのいいんです、別に表に出すわけじゃない、表に出すとって、ね、誰かが見るじゃないですか今ねって言ったんですけど、しょうがない言う、実は8ヶ月も引いてないのできっとミストが出ると思いますけどよろしくねとかってごまかして、そういや本当に仕事がない、2度目の夏コロナおかげでね、仕事が全くないわけなのでテレビは見放題だからあのオリンピックで自宅で観戦、小池さんじゃないけど本当その通り、もう仕事があればその仕事の時間は見られないから録画してみるとかあるんだけど、うん、もうジャスト見られる、オリンピックに合わせてテレビ見られる、いやそうだった、ソフトボールもね良かったしね、サッカーもねフランスに勝てるとは思わなかった、びっくりした、 4-0 だよ、うん、卓球もね混合ダブルスすごかった、純伊藤美誠と純美誠美馬純だっけ、うん、あのフェンシングがねエペでね金メダルですよ、すごいですね、おかげさまで本当にテレビはもうワーワーが入っててよかった、だって今テレビ面白くないんだもん、普通のあのなんかお笑い多いじゃないですか、まああんま俺が言える立場じゃないけど、だけどドラマなんかあのワーワーでこうずっとやってるからそれ取りだめとくんですよ、もう泣いた、また泣いた俺は。弱虫ペダル俺2回見てんですよ、前も見て泣いて、もう1回この間何日か前に見て大泣き、小野田坂道くんがねあのママチャリで、ね、北総高校からね秋葉原まで往復90キロ行ってるって言うんで、じゃあお前自転車部に入れよって言って、よく俺も詳しくなかったんで自転車部っていうのは、いいんだこう組んで何人かでね、あの南総高校と勝負かけてくんだけど、もう泣いた泣いた、あの僕は初めて人にあのなんかこういうものを任されるってこと今までなかった、友達もいないし、だから僕はやるんだって言って、小野田お前の仕事はな上り坂で先頭に出ることだ、分かったかなんてキャプテンと話してたらクラッシュしてね、あの倒れちゃうわけじゃない、それであの橋本環奈ちゃんが来て、あの僕はまだ走れますかねって言ったら、大丈夫、100人抜くのよ、抜ける、はい抜きますって言って、一番最後からこう上でこうやってる時に坂道が来るぞって、いやーブロブロ泣いちゃった、また泣いちゃった、感動しちゃった、ぜひ見てやってください本当にね、うん、今回の大江戸日記は、訃報が2つ、うん、なんかちょっとこれはお話ししとかなきゃいけないと思って、まずあの音楽プロデューサーの坂井正俊さんが85歳で亡くなられました、先月かな、昭和10年生まれですよね、1935年、和歌山県の出身なんです。だから俺がね最後にお仕事したのは6年ぐらい前、うちの東京ベンチャーがゲストで、南紀白浜の方の道路公団が主催したアマチュアバンド大会みたいなところに審査員で酒井さんが出られてて、及川でうにこさんも作詞家の出てて、でうちのバンドが出た、うん、でも定年後はこうやってフリーの音楽プロデューサーなさってるからそういう仕事も多かったみたい、それが最後でしたね。年賀状はねもうね、30年以上もっとかな、1980年の頭からだからずっとやり取りしてます、杉並の方に住んでらしてね確かね、僕は坂井さんとねのきっかけはね加瀬邦彦さんです。1982年に東京ジャップっていうグループがデビューするんですけど、これあのすぐ解散して86年に解散して、赤坂くんあのディスクジョッキーの彼だけはずっと今残ってやってますね、そのデビュー曲を書いてくれないかって言われたの、それはやる、書きますよって言ってちょっとなんか GS プーの書いたんですよ、失格全然採用されなかったですねでデビューは確か摩天楼ブルースか、それが縁で、なんだかんだちょっとこう顔を出すようになって、まあそう、坂井さんはもともとコロンビアにいたんだ、
コロンビアにいて昭和39年にレコード大賞を取った青山和子の愛と死を見つめて、なんだっけ、どんな歌だっけ、まこ甘えてばかりでごめんね、巫女はとっても幸せなのだ、儚い命とした時意地悪いって泣いた、なんとなんとか乗り乗れるに来て、まこ全然覚えてね、昭和30年これやったんで、翌年に CBS ソニーができて、それでパッと映って、でディレクションやって、で山口百恵さんとかもう大ヒット曲死ぬほどありますよ。だもう酒井さんがやればヒットするっていう。でたまたまね、あの東京ジャップの縁でソニーに行くようになって、一概のそしたら、ね、俺ほら釣りがずっとインストラクターでやってるじゃん、磯釣りを。そしたら、ね、酒井さんの趣味はスクーバダイビングだと。え、酒井さんどこですか、どこで潜られますって言ったら、あ、僕三宅島です。あ、三宅ですか、僕もほら釣り行くから。それでなんかほら、私海が好きで、まあ俺は釣りだけども磯釣りだけど、スクーバで結構話があって、近くに行くとちょっと空いてれば寄って、坂さん暇なら話してお茶飲むみたいな、そういう付き合いをしてたら、いきなりまた加瀬さん経由で、え、実はね、江戸ちゃんね、玉川に鮭を返そうっていうね、キャンペーンが始まる。え、玉川に鮭はちょっと無理でしょ。いや、それがね、帰ってるらしいんだよ。本当に大々的にやる。それで俺、なんですか俺に、でその玉川に鮭を帰れっていう歌を私は作ってくんない。俺がですか。石原良純氏がなんかそうキャンペーンやるらしい、そのテーマソングみたいな、キャンペーンソングで酒井さんとか言ったわけですよ。玉川に鮭なんて帰んですかね。いや、本当にちょっとなんか帰ってるらしいみたいな、当時ね、今はどうか分かんないけど。で、どんな曲にしたらいいですかねって言ったら、マイボニーって曲あるんじゃないか、あのマイボニーマイナベルオーシャンって、これはビートルズも歌ってるけど、日本語ではスリーファンキーズが、恋人は海の彼方にか、青い海の向こうを、これサビがカンバック、これ英語だとグリーンバック、グリーンバック、グリーンバック、マイボーニートゥーリーって言うんだけど、このグリーンバックをカンバックにして、カンバックサーモンにすればなんかできんじゃん、これパクってどう、カン玉川、おかしくないですか。いや、いいんだ、印象に残ればいいんだ。だからそんな感じで曲作ったの。玉川やってて、ボツだから言ったじゃないですか。まあ、それからのお付き合いで酒井さんとは、年賀状交換ずっとしてきましたけど、85歳でお亡くなりになりました。みんなこのくらいでね、お亡くなりになっちゃうね。この動画始めて去年の1月から、本当に大体80超えて亡くなる方が多いんで、有名な方がね、ご冥福をお祈りいたします。いろいろ生前ありがとうございました。もう一方、これも悲しいですよね。去年ジャッキー吉川さんが亡くなったじゃないですか。で、ブルコメツのベースの高橋さんが亡くなられました。これでもブルコメツ残ってるのは宮原綱木さんと、あとは小田さんですね、キーボードのね。そうだよね、ジャッキーさんもね、加瀬さんの告別式でご告示で大塚のお会いしてね、元気になったよって言って、リハビリで脳梗塞からね、回復したよって、左手もって言ってたの、自宅で亡くなられて。今度高橋さん、もともとあのオアシフルですから、ジャッキーを使うとブルコメッツはもともとキャンプバンドで回ってて、コンボバンドで、でその時のベースが大橋さん、大橋さんが事務所を立ち上げる、大橋プロはあの渡辺プロと協賛関係になったんで、だから事務所作るんで抜けるということで高橋さんを入れて、
ほんで、杉山浩一先生があのディレクターやってたフジテレビのヒットパレード、あれにあの譜面も読めるバンドだし、ブリッジバンドつなぎもできるし、その日に私はすぐ演奏ができるからっていうんで、ブルコメツがねレギュラーになってたじゃないですか。でね、その昭和38年に1回高橋さん抜けるんですよ。でそこで入ってこられたのが驚異のピックベーシスト江藤勲さんです。俺のあの江戸山口の思い出の九十九里浜とカップリングの幻の夏、これ江藤さんにベースをお願いしたって前回話したと思うんですけど、で江藤さんがあの2年いて昭和40年にまた抜けちゃうん でまた高橋さんが戻ってくるんだ。で同時に宮原綱木さんが入ってくるの10代でね。そうするとここであの GS 体制が整えられて、でジャッキー吉川とブルーコメンツだから、あの大橋プロには尾藤勲さんもいらしたし、それからあとあれだ、松崎しげる君のミルク、夏はホットアイスミルク、冬はホットミルクってシャレ言ってましたけど、これのマネージャーが宇崎竜童氏でしたね。その高橋さん亡くなられました。日本で唯一のダウンピックベーシングっていうんですよ。あのベースってあのこうピックを返す人もいいんです、いいんですけど、高橋さんは上からこう叩く。YouTube の動画見ると叩いてます。だからあの、でワイパードも、返す人もいるんですけど、高橋さんは、もうね、ブルコメはね、日本の GS で最初にね、低音出したレコードで。だからあの昭和39年64年にニセビートルズが来て低音が出たんでびっくりしたって、カッサンとか寺内さんとか田辺さん腰抜かしちゃって、だから当時のあのアルバムとか聞くとチャンチャンチャン上ばっかな。それをあのブルーコメッツはもう完璧にもう3曲目か4曲目かあの青い渚なんかな、セーブやもジャッキーさんのベードラと高橋さんのこのダウンピッキングベースがびっちりだったの。だからブルコメは本当今改めて聞くと、あの GS といっても海外曲じゃないかって言うけど、今改めて見てみると YouTube でうまいです、うまい、実力派なんですやっぱり。だからジャッキーさんとか井上さん、まあみんなそうなんだけど、 GS 一括りにされたくなかったみたい。今見て初めてブルコメの演奏能力の高さって分かりますね。高橋さん、俺大好きでした、あのダウンベーシング、ドゥン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 、だからこうやって弾いてないですね、もうすごいですよ。僕もだから あれ高橋さんを見て、ああいう弾き方のベースマンになろうと思って、古い人でずっとバンド組んだりした。まあでもその16ビートとか出てきてね、もう時代が変わってきたんですけど、まあ、今見てもかっこいいベースですね。ほんであの江藤さんはスタジオミュージシャンじゃないだけども、あの高橋さんはそんな器用なベーシストじゃなかったんじゃないかな。だからあのブルコメ72年に解散したら家業を継いだんですね。もうサラリーマンになった。だから本当はあれだけのベースの腕があれば譜面も読めるしスタジオミュージシャンになってもよかったんだけど、なんとかなんなかったですね。で江藤さんはそういう点はもうスタジオミュージシャン江藤勲、じゃベース弾けばプラス500枚って言われた時代ですからね。ということで高橋さんは83歳、昭和18年ですね、お亡くなりになられました。もうこの動画は俺そんなつもりで始めたんじゃないんですけど、この動画始めてから本当に有名な方が80ちょっとぐらいお亡くなりになるんですよ。だからその追悼みたいなことばっかりやってますけども、今回もお二人の追悼ってことで、あと10年だな俺もな、頑張りたいと思います。お江戸日記でございました。チャンネル登録よろしくお願いします。